はい、こんにちは。今回は Sparky Linux のインストール方法と日本語環境の設定の説明、それと簡単なレビューをさせていただきたいと思います。はい、Sparky Linux をダウンロードしていきます。こちらがですね、Sparky Linux のホームページになります。ダウンロードするには、こちらのダウンロードをクリックします。ステーブルとローリングがあって、ステーブルの方が、まあ、安定していて、ローリングの方が、まあ、フレッシュパッケージって書いてあるので、まあ、新しいパッケージが入るって感じですね。ただその分、Sステイビリティということで、安定性に若干欠けるっていうところだと思います。今回はステーブルの方をダウンロードしていきたいと思います。はい、いずれか、64ビットの方をダウンロードしていきます。ソースポジからダウンロードします。5秒ほど待ってください。はい、ファイルを保存するを選択された状態で、OK を押します。補足ですが、Sparky Linux は、LXQT のものと、XFCE のデスクトップ環境が使いますので、お好きな方を選択してください。その他にも何かあるんです。ミニマル GUI とか、あとミニマル CLI とかありますが、まあ、この2つが使いやすいかと思いますので、お好きな方を選択してください。今回は LXQT にします。Sparky Linux のインストラを起動しました。ブートの画面で言語選択ができましたので、日本語で起動しています。ですので、メニューが日本語表示になっています。これすごいですね。ではですね、Sparky インストーラー、こちらをダブルクリックします。これは実行を押します。はい。Sparky Linux 5。なんて読むんでしょう。Nibiru インストーラーへようこそ。日本語になってますので、次へを選択します。タイムゾーン、ちょっとですね、日本語で起動したのにニューヨークになってますので、東京にします。次へをクリックします。はい、キーボードは日本語になってますね。次へをクリックします。はい、こちらの方のストレージデバイスを選択。これは、その次ハードディスク。で、これはマスターブートレコード、そうですね、BIOS マスターブートレコードの選択ですので、外付けハードディスクを選択します。手動パーティションを選択して、次へ。で、SDD7 に入れていきます。フォーマットして、マウントポイントルートにして、ブートのフラグをチェックします。これで OK を押します。はい。そして、ブートローダーのインストール先。これは、外付けハードディスクを選択します。そして、次へをクリックします。はい、アカウントですね。はい、次へをクリックします。はい、これが概要ですね。最終確認して、はい、インストールを押します。はい、しばらくお待ちください。はい、インストールが完了しました。はい、Sparky Linux インストール後に起動しました。するとですね、Sparky 初回起動ということで、次の操作を行ってください。完全にシステムをアップグレードする、不足している言語パッケージをインストールということで、これを OK を押せば、この作業が実行されるようです。OK を押します。はい。システムアップグレードを取得する必要がありますということですので、更新。そうですね。更新を選択した状態で、OK を押します。はい。システムは最新の状態です。終了します。OK を押します。次に、言語を選択してくださいですね。はい。これは、ジャパニーズを選択して、
はい、OK を押します。OK を押します。はい、初回設定が終わって再起動しました。ではですね、日本語入力確認してみます。メニューから、アクセサリー、フェザーパッド。はい、日本語入力できるか見ていきます。はい、ということで日本語入力ができるようになりました。インストール直後から日本語入力できるわけじゃないんですけれども、初回起動で、まあ、自動的に言語設定が当てられるっていうのが、まあ、ほぼこれってインストール直後からできると言ってもいいんじゃないかなと思います。迷うことがないですね。次に何をしたら日本語入力ができるのかっていうのが迷うことがありませんので、非常によくできたシステムだと思います。では、閉じます。保存と保存せず。いいですね。保存せず。保存せずをクリックします。では、アプリケーションについて見ていきます。メニューからアクセサリー。こちらフェザーパッドですね。テキストエディターですね。はい。これと、はい。インターネットは Firefox ESR。この ESR っていうのは Extended Support Release で長期サポート版ですね。はい。Firefox の長期サポート版になりますので、最新のバージョンにはなってないかと思います。あとは、レジメールクライアントとか、これはトレントファイルのダウンロードするものですね。BitTorrentクライアント。はい。あと、オフィスは LibreOffice が入ってますね。ちょっとライターを起動してみます。はい。日本語のメニュー表記になってますね。先ほど初回起動の時に日本語を選択したら、まあ、自動的にですね、日本語パッケージもいろいろとダウンロードされたみたいなので、おそらく日本語ローカライズ版のあるパッケージ、まあ、Firefox もそうなんですけれども、そういったアプリケーションはすべて日本語になっているかと思います。それと、システムツール。これにタイムシフトっていうソフトが入ってますね。このタイムシフトは Windows でいう復元ポイントの作成をしてくれるソフトになります。ですのでこちらの方はですね、設定していただいた方がいいです。もちろん入ってないディストリビューションとかでも後から入れればいいことなんですけれども、初めからアプリケーションとして入ってると嬉しいですね。あとはファイルクリーナーみたいなソフトもありますね。はい。その他。そうですね。パッケージマネージャーはシナプティックパッケージマネージャーというものが入ってますので、こちらでまあインストールとかアンインストールとか行ってください。ただ、ソフトウェアセンターみたいなものは入ってないですね。Ubuntu とか Linux Mint とかはあるんですけれども、グラフィカルにカテゴライズされているようなソフトウェアセンターはありません。ですので、あらかじめですね、パッケージ名とどんなソフトかっていうのが把握できている方は、このシナプティックパッケージマネージャーで十分なんですけれども、初めて Linux に触る人で、どんなアプリケーションがあるかわからないっていう方は、ソフトウェアセンターがあった方がいいかと思います。はい、デスクトップやメニューの外観を見ていきます。まずメニューなんですけれども、はい、そうですね。個人的に非常に見やすいメニューの表示になっていると思います。よく Linux のメニュー表示って文字フォントが小さかったり、あと行間がキツキツになってたり、まあちょっとですね、アンバランスな感じになっているものが多いんですけれども、こちらの Sparky Linux はですね、まあ、フォントが VL ゴシックっていう、まあちょっと丸っこいフォント使ってて、文字フォントサイズも非常に見やすい感じになっています。あとですね、ファイルマネージャー開いてみていただくと、アイコンのデザインはフラットデザインです。まあ、このフラットデザインと VL ゴシックの組み合わせって、まあ、非常にマッチしていると自分は思いますね。まあ、派手さはないんですけれども、こういったデザインの良さが自分は感じられました。次にデスクトップですね。これ、右クリックでデスクトップの設定。これで壁紙とかを変えることができます。背景とか。で、壁紙とかでですね、ずらっと一段で並ぶタイプではなくて、フォルダを指定して、その中にある画像を選ぶ感じですね。これはちょっと選択しづらいですね。ちょっと画像もちっちゃくなってしまいますし。まあ、ですので、自分で画像を持ってきて、フォルダで選択していただくのがいいんじゃないかなと思います。それと、デスクトップ今、シンプルな感じになってますね。何もありません。で、ここにですね、まあ、ホームとか、
あとはトラッシュ、ゴミ箱ですね。こういうのをチェックした状態で適用を押すと、デスクトップにですね、はい、アイコンが表示されるようになります。まあ、ここはお好みで選択してみてください。二分はホームだけにしておきます。次に外観の設定ですね。全体的な外観の設定です。設定で、LXQT セッティング。と、こちらにですね、LXQT 外観の設定というものがあります。こちらをクリックします。するとですね、まあ、こういったところでアイコンのテーマ選択したり、まあ、LXQT のテーマですね。多分ここら辺のアイコンとか変わってくるんですね。ちょっと変えてみます。例えばダーク。これいってきます。適用。はい。こんな感じで変えることができるんですね。あ、まあ、これも結構いいですね。はい。くっきりします。まあ、一応元に戻しておきます。はい。で、フォント。今 VL ゴシックになってますけれども、こんな感じで日本語のフォントを変えることができます。まあ、お好みのもので選択してみてください。はい、操作感です。まず、LXQT っていう、まあ、最軽量と言ってもいいぐらいなデスクトップ環境を使ってますので、非常に軽いです。多少古いパソコンでも、もうサクサク動いてくれますね。一方で、アニメーション効果は、ほぼないと考えてください。まあ、動的なアニメーション効果はないので、まあ、そちらをですね、期待されている方は、まあ、ちょっと期待外れ、まあ、こちらのスパーキー Linux を使うと、ちょっと残念に思うかもしれません。それと、はい、デスクトップはですね、標準で2つです。こちらにワークスペーススイッチャーがありまして、マウスでクリックすることで、デスクトップ1から2とか2から1とかに切り替えることができます。もちろんですね、アクティブウィンドウをドラッグすることで、デスクトップに切り替えたり、1に戻ったりすることができます。スパーキー Linux まとめさせていただきます。まず驚いたのが、日本語環境の設定ですね。インストールしてから初回起動の時に、まあ、日本語入力ができるように、モズクとかのソフトをインストールしてくれたり、あと、ローカライズ版のパッケージ、Firefox の日本語版とか、あと LibreOffice の日本語版とか、そういったのもインストールしてくれましたし、フォントも日本語フォントを全部インストールしてくれました。こういうふうにですね、自動的に日本語環境を案内に従うだけでやってくれることで、まあ、操作に迷うことがないんですね。その地域に住む方がすぐに使えるように自動化されているっていうのはかなり驚きました。非常によくできていると思います。それとアプリケーションなんですけれども、必要なソフトですね。まあ、ブラウザーとかメールクライアントとかオフィスとか、そういったのはもちろん押さえている上で、システムツールの中にタイムシフトっていう、まあ、復元ポイントを作ってくれるソフトとか、あとはファイルクリーナー。あとですね、ファイアウォールみたいなのもありました。こちらに Firefall の設定ツールみたいなのもありました。ということでですね、かなりですね、長期的にパソコンを使っていくのに便利なソフトが入っています。逆にですね、ゲームみたいな、ちょっとしたレクリエーション的なソフトは入ってないですね。まあ、それはもうお好みに応じて入れてみてください。まあ、選択されているアプリケーションは非常に、まあ、堅実に丁寧に選択されていると思います。全体的な印象なんですけれども、特筆すべき派手さとか特徴はないんですけれども、軽量で非常に真面目に丁寧に作られたディストリビューションだということが分かりました。個人的におすすめの一つですね。はい、いかがでしたでしょうか。スパーキー Linux、派手さはありませんが、非常に丁寧に作られた Linux ディストリビューションです。興味を持たれた方はぜひ使ってみてはと思います。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。